よし、一気に行くぞ。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。これが俺たちの力だ。ウロボロスの紋章か。どうやら何らかの力で封鎖されているようですが、そういえばここを守っていた人形兵器はどこに。あれを。あの大金だ。とにかくあれの共鳴を止めりゃいいってわけだ。やれやれ、ここに来たってことはマイスターから聞いたみたいだね。ゴルディアス級最終型やアルカンシル襲撃の件で怒らせちゃったかな。ああ、ご立腹だったぜ。まあ自業自得かと。両兵たちのとばっちりを食らった気もするけど。まあいいか。ここに来たってことはそれなりの覚悟があるんだよね。楽しませてもらうよ。前に見たやつか。とにかくぶち倒すぞ。はい。強そうね。みんな気をつけて。よしかった。やっと。さてと。さて、分析を開始します。詳細データゲットです。任せて。エニグマ駆動。そこだ。さて、
気を急ぎましょう。それじゃあ遠慮なく中に入っておいでよ。金の前で待ってるからさ。どう思う？どう考えても何か仕掛けを用意していそうだな。それもタチの悪そうな仕掛けの可能性が高そうだね。それでも踏み込むしかありませんね。おう、腹をくくるとしようぜ。あれは？やはり何らかの術によって封印されているようですが、いくつか種類があるみたいですね。両脇の扉を封じているのは結社のものみたいだけど、隠し扉を封じているのは教団の目の紋章みたいね。ああ、一体どういうつもりだ。とにかく探索を始めるしかなさそうです。それじゃあ行こうか。エニグマ駆動、チャンスだ。私の番です。任せて。やっ、はい、僕の番か。まあまあだったね。お疲れ様。せっか。やっか。任せてくれ。はい。今だわ。お疲れ様です。やっと！えいっ！先生カノン、始めましょう。チャンスだ！さてと。やっ、つい！まあまあだったね。よし、一気に行くぞ。セット。やれやれ。なんだ、その程度かい？
けて。行きます。分析を開始します。詳細データゲットです。行くぞ。私の番ね。任せて。全力で行くわよ。了解。はい。僕の番だ。制圧完了。次に行こうか。俺の番だな。やってやる。よし、もう大丈夫だ。やってやる。先生可能、始めましょう。よし、私の番です。ターゲットを捕捉しました。情報を入手しました。任せて。そこ僕の番だ。制圧完了。次に行こうか。よし、一気に行くぞ。さてと。さて、ターゲットを捕捉しました。情報を入手しました。私の番ね。今だ。クロスジュワーク。僕の番だ。やれやれ、世話が焼けるね。ありがとう。私の番です。えい。敵集団撃破しました。僕の番か。さて、今だわ。守りたい、このクロスベルを。
よし、一気に行くぞ。任せてくれ。チャンスです。皆さん、お願いします。良いデータが取れました。ナイスファイト。よし、一気に行くぞ。た、やれやれ。避けられるか。まあまあだったね。やれやれ。アディオス、いい夢を。俺の番だな。やっと。はい、そこです。さてと、僕の番。やっやっ、いい夢は見られたかい。よし、一気に行くぞ。もらった。まあまあだったね。
任せてくれ。さて、ターゲットを捕捉しました。詳細データゲットです。任せて。そこ、さあ先を急ぎましょう。避けられる。任せてくれ。私の番です。ターゲットを捕捉しました。詳細データゲットです。そこだ。え、やれやれ。まあまあだったね。ナイスファイト。まあまあだったね。えっ、でやえっは。みんなチャンスよ。やっやっやっ、よし、やっと、よし、もう大丈夫だ。一気に落とすよ。せせは、俺の番だな。セット。私の番です。ターゲットを捕捉しました。詳細データゲットです。私の番ね。僕の番だ。やっやっは、任せて。そこ、そこ。ごめんなさい、先に行くわね。せっでえっで。よし、一気に行くぞ。俺の番だな。私の番です。今だわ。やっ、やっ。
やれやれ、怖いもの知らずだな。行きます。エニグマ駆動。やれやれ、バースト発動。オッケーです。まあまあだったね。グッジョブです。やった！
お疲れさん。ダンジョン探索にトレジャーハント、たまにはああいう王道な趣向も悪くなかっただろう。やはりお前の仕業か。ずいぶん面倒なお遊びに付き合わせるじゃん。少しは障害がないと君らだって楽しくないだろう。道化師ならではのお茶目なサービスとでも思ってほしいな。全然嬉しくありません。しかしあなた、結社などにいるような年には見えませんね。そのあたりは蓮ちゃんと同じような感じなのかしら。彼女と違って見た目通りの年じゃないけどね。そうそう、クロスベルの独立無効宣言は拝聴させてもらったよ。なかなか興味深かったけど、かなり茨の道じゃないかな。覚悟の上だ。たとえ茨の道であろうと、踏み越えなくてはならない時というものはある。まあいいか。クロスベルがどうなろうと僕の使命からは外れている。その意味ではとっとと撤退してもいいんだけど、最後にとっておきのショーを披露させてもらおうかな。これは現実、いえ特殊な異想空間の展開。魔術的な結界に取り込むつもりか。ここは足場が悪いから、もう少し広い場所に案内するよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ、いざ尋常に勝負なんてね。ショーを見せてあげるよ。ここは引けません。開いた。任せてくれ。分析を開始します。詳細データゲットです。はあ、私の番ね。行きます。僕の番か。助け立ちします。開いた。それ任せてくれ。私の番です。ドライブ開始。私の番ね。やっ、あいた。それありがとう。さて、AA システム開放します。移送空間のアクセス。今のは絶対衝撃の個別展開。私の番ね。生と魔の刻印陣。さて、とさすがに反則？でもやっちゃおっと。
やれやれ。行くぞ。これで決める。あいだ。さてと。これはちょっとまずいかな。へえ、思ったよりもやるね。君たちにはかなわないよ。私の番です。俺の番だな。えいでや。付き合い。私の番ね。あいだやっ。はっ。そこだ。やれやれ、パーティーの始まりだ。了解。はい、さて、パワー行くぞ。えい、出会えた。任せて。やっ、会えた。行くよ。やっ、会えた。私の番です。パワー。付き合い。行くぞ。やっ、出会えた。やるじゃないか。迎撃完了。みんな先に進もう。よし、やったぞ。ああ、やれやれ。やっぱり慣れないことはあんまりするもんじゃないね。僕たちの勝ちってことでいいのかな。依存はないよ。まあ、鋼の聖女相手に勝てるとはとても思えないけど。余計なお世話だっつーの。これにて僕はクロスベルを去らせてもらうよ。人に作られし至宝の行方、本当はもう少し見届けたかったけど、帝国方面が忙しくなってきたからね。今度は帝国の方をめちゃくちゃにするつもりですか。全ては偉大なるマスターの意志によるもの。だが答えを出すのはいつだって運命の中にある人の子たちさ。それは君たちも同じだろ。何？答えを出す。運が良ければまた会おう。果たして君たちはどんな答えを出したのか、ぜひ聞かせておくれよ。最後まで思わせぶりなことを。私たちが答えを出す。一体何のことかしら。まあとりあえず金の共鳴を止めてしまおうか。そうだな。ランディ、手伝ってくれ。私もお手伝いします。相変わらず働いていますが、他の金との共鳴については解除できたようですね。これで
塔の鐘を止めれば万事 OK ってわけだな。ああ、少なくとも鐘同士の共鳴は終わるはずだ。マイスターの話が本当ならクロスペル氏を包む結界も解除できるかもしれない。行こう、星見の塔へ。はい。 OK、リーダー。Say ha!